おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。楽天カードマーン。ってボリュームでかくね。でかいな。音量小さめ設定の動画見てたら広告で出てきてびっくりよね。私は楽天カードマンの広告挟まっても驚かれない動画作りを目指してます。チャンネル登録よろしく。それじゃ無理かな。と YouTuber ってのは大変なんですよ。急にどうしました？まあ、うちのうぷ主は普通にお仕事しながらだからさ、YouTuber って言っていいのか微妙なとこだが。いや、動画作って YouTube に投稿してる人はみんな当てはまるのでは。そうか、じゃあその体で話していきますが、前にちょろっとキーワードだけ出したんですが、うぷ主のその職場にですね、もう一人の YouTuber がいるんですよ。なんか言ってたな。じゃあその人はライバルってことか。はぁ、あ、やだやだ。なんだよ。同じことをやっているだけですぐライバルとかいう人。やってるジャンルもターゲット層も違うのに。え、うちのターゲット層ってどこの層？知るか。とにかくそうやってすぐ敵だ敵だって。それ同じ人間だからって戦争始めるのと同じ思考だからな。言い過ぎだろ。ライバルってのはお互いを高め合える関係で。黙れ人類の敵よ。うちが敵になっちゃった。まあいいや、よく聞いとけや。その敵とは同じ職場なんだけどさ。敵じゃねえか。その人とは同じ職場なんだけどさ。前はよく一緒に働いてたんだけど、勤務時間変わって全く合わなくなったのね。そうなんですね。実はその人が YouTube を始めたきっかけがうぷ主なのだ。へえ。うぷ主が動画投稿を始めたのはコロナ真っただ中。その頃はまだ一緒に働いてたってことか。そうですそうです。コロナの時期は仕事も暇でな。その人とよくおしゃべりしてた。YouTube はほぼ誰にも言わずにこっそり始めたんだが、まあ今も周りは全然知らんけど、その人には話したと。割と始めたての時に、会話の中で急にその人がさ、最近暇だし YouTube とかやったらいいじゃないですかって。あら感の鋭い。さあなんて答えた。実はやってるんですよねと。隠す気はないですね。でそこからその話題ばっか話すようになってさ、その人もいろんな知識がある人だから。もじゃなくてはね。うぷ主も勧めたんだよ。結構簡単に稼げますよって。ネズミ講のやり口。嘘じゃん。簡単に稼げたらいいなとは思ってたもん。そりゃ嘘じゃん。まあ理由はともかくそれで本当に始めたってことな。そうです。でいろいろ相談に乗ってたうぷ主ですが、それから間もなくすれ違い勤務になってしまい、どんくらいだったかな。多分1年も経ってないくらいの時、一回同じ時間に働いた時があってさ。まあそういうイレギュラーもあるわな。もちろん YouTube の話になるわけだ。あ、ちなみにお互い自分のチャンネルのことは言ってません。あ、そうなの？なんとなくのジャンルとかは言ってるけど。言えばいいのに。そこの線はやっぱりね。そういうもんか。お前あれだぞ。リアルの知り合いに自分のチャンネル教えるなんてな。拷問見せつけるようなもんだぞ。それは確かに教えないわ。で、その久しぶりに会った時にだ。なんとその人も収益化を達成してまして。おお、すごいじゃんか。え、もしかしてその時にこのチャンネルって。取るわい。よかったよかった。こちとらしぞ。でも悩んでましてね。まあ労力の割に見返りが的な。そりゃしっかり稼ぐってなると趣味の範囲超えてきちゃうしな。つうかうぷ主のザレ事のせいでは。現実しか申してません。申してませぬ。それどっちだよ。まあとにかく楽しくやろうぜ楽しく的なことを言って励ましたわけだ。こういう人に絶対相談したくない。で、それから2年くらい経ったのかな。え、その間は？一回も会ってないし連絡も取っていない。一緒にいれば会話もするが職場の仲間なんてそんなもんだ。その人を酒飲めないし、飲み行こう以外で誘えないんだろうな。それが先月超久しぶりの再会ですよ。それで会話に出てきたのか。そういうことやね。先月はわざわざうぷ主の出勤中に職場に来たのだよ。なんか用事があったのか。わざわざ相談しに来ました。電話とかでいいのに、律儀なやっちゃのう。相談はもちろん YouTube のことで？それ以外で答えられることなど？愚問でした。確定申告についての相談でしたね。大事ですね。お、ということはそれなりに成長してるってことでもあるぜ。なぜですか？この人がわかってねえや。いや年間通して確定申告しなきゃいけないくらいの収益は出てるってことだろ。なるほど。まあなんとなく状況は聞きましたよ。なかなか会わないとはいえ田舎じゃないか。お互いそんな話できる人他にいないだろうしな。せやね。今チャンネル登録者は3万人くらいだって。へえ、3倍以上。だいたい出す動画5、6万再生はされるって。へえ、10倍、伸びしろ、伸びしろしかない。最近モチベーション下がって月に2、3本しか投稿してないって。へえ、成り立つ、それで成り立つの。だから収益は超少ないって。そりゃそうだ、YouTuber、舐めるな。このチャンネルの調子いい月と同じくらいでしたね。そりゃ少ねえ。はい、プロスピやっていきます。さてグランドオープンから1ヶ月経ちまして、もう新鮮さもだいぶ薄れてきました。嫌な入り方。そうなるとやっぱ新しい風を感じたい。プロスピ熱を熱くする熱風を。急に熱男が出てきたな。どうも熱男で雪人でした。
シリーズ1に吹く最初の熱風、次にモチベーション上がるのはやっぱ TS でしょう。タイムスリップ選手、全6弾がシリーズ1を通して登場するぜ。TS で登場する選手は現在 NPB に所属していることが条件です。なので監督やコーチ、もちろん現役の選手もありだ。去年の TS 第1弾で登場した。原のおじき。原のおじきは隠居生活始まったので今年の TS には絶対に出ません。去年 TS 第3弾の隼人、欲しい。今その感情関係ねえだろ。隼人は今年も TS 登場条件は満たしてます。まだ現役だから当たり前だな。ま、二桁までの背番号を背負ってる人が条件って考えでいいかと。その中から選ばれし者たちが、活躍した年の能力で登場するのが TS だ。で今年の TS 候補生の中で超絶欲しいのが、安倍新監督なわけだが、言わずもがな巨人歴代最強キャッチャーだぜ。安倍さんは去年もコーチやってたけど登場しなかったんだよね。2023シーズンの TS ってことだな。関係あるのかないのか。2022シリーズ2のラストに登場した侍ジャパンの安倍さん。ここで登場したことによって TS 候補から排除されてたとしたら、されてたとしたら？あたい困る。感想、ただの感想。というのもだな。まだ記憶に新しい2023シリーズ2の最後。今年の3月にも侍安倍さん登場しちゃってるんですよ。今年の TS も登場しない可能性があると？去年の TS で登場しなかったのは侍で出したからって理由もあるかもしれん。ただですね、それ関係あるとしたら、これ全員出ないってことになるからな。ま、杉内さんはソフトバンクだったら関係なく出るか。逆に侍で登場する予定だったからシリーズ1の TS で出さなかったとか。そのパターンもあり得るか。あくまで2022の侍は WBC でテンション上がって登場させた説。2023は早い段階で決めてたかも。関係者の方コメント待ってましたとして言えるか。ここは関係ないと思ってましょう。まあ関係あるとしても、ここでなかったら他の候補ださ。仁岡さん、亀さん、矢野さんとかだろ。全然テンション上がるわ。正直巨人純正じゃなきゃ微妙なとこだけどな。2023の侍で言うとあれか。菅野さんも出ちゃってるしな。菅野投手は今年 TS 候補の一人だろ。せやね。うん、やっぱ侍選出の有無は気にしないで良さそう。というわけで今から待ち遠しい TS ですが、多分第1弾は今月下旬に来るかと、というか多分今日ですね。一体何が？正直に言うはこの動画1週間くらい前に出すつもりでした。遅れたねー。体調激崩しして進まないまま新しい更新来るしそっち先にやらなきゃとかで。ちょっと遅れました。はい、以上だ。会話のテンポが不安定だ。なぜなら状況不安定だからな。まあこうなったら逆にね。TS 開幕してからでも見れる動画にしましょう。賛成だぜ。ならば貴様に問う TS 開幕してからでも見れる動画とは。わかりません。よし、では通常に戻りましょう。大賛成。TS のスケジュールでしたね。TS は毎年4月の終わりの方に来るぜ。だから今日がっつってんだろが。通常モード通常モード。そこから大体1ヶ月ごとに5月6月7月と、第2弾、第3弾、第4弾とやってくる。去年のスケジュールやね。最後は8月に第5弾と第6弾。第6弾のステイベ感はすごいものがあるぞ。あるけれども、8月になるとシリーズ2目前やからね。それでも第5弾くらいまではものすごい盛り上がりだぞ。すみません嘘つきました。ピークは第3弾ですかね。もうちょい頑張れよ。TS を制する者はプロスピを制すという言葉があります。ねえよ。特に純正でやってる人は TS 選手超大事ですから、あ、TS を制する者は純正を制すという言葉があります。ねえって、完全に今思いついてたよな。今回はですね、その TS を制するためにどれくらいのエナジーが必要か。TS マスターと呼ばれし者、この私霊夢がですね、ドカンと一発やってみようと思います。週に雑。いやいやいや、基本ずっと適当だから。じゃあ去年の私の動きと使ったエナジーをサクッと見ていくぞ。あ、その前にまずこちらをご覧ください。これは2023シリーズ1の特別レアリティか。その通り、この中での TS が、大事なこと言います。一度しか言わないのでよく聞いておくように。私無課金ですからそう、私は無課金なのです。2回目言うのはええな。これ見たら説得力あるでしょ。無課金でも TS コンプはできると。できてねえんだよ。全6弾って言ってたろが。別に獲得しようと思えばできたもん。無課金なのに。はい、4回目。これ1回も累計から出してないですからね。無課金で運が良くなくても TS コンプは可能だ。コンプできてないんだよな。大事なのはここだよ、ここ。どこだよ。時間ですね。現実的だった。まあ、最初に言ってしまうとですね。ある程度エナジー持ってる状況で TS が始まってランキング頑張ればコンプは可能だ。4秒で終わりましたけど。実際にどれくらいエナジーあれば大丈夫かを見ていきましょう。ちなみに TS 第6弾は、40連で S ランク G チーム確定。
1000エナジーあれば確実に獲得できるぜ。その代わりランキングがないんですよ。それは逆に言うとほぼ1000エナジー消費してしまうと。なので第6弾は除外します。やったー、無課金で TS コンプ達成だー。もういいや。一応最初に言っておきますと、これはあくまで去年の振り返りなので、もちろんそのエナジーあれば確実に獲得できるってわけではないです。選出によって難易度は上がるし、そもそもユーザー数も増えてるからな。そして TS は全6弾で構成されており、ちょっとびっくりするほど見にくくて申し訳ないのですが、基本的に第1弾、第3弾、第5弾、いわゆる奇数弾ですね。ここに強い選手が出やすくランキングは熾烈になります。さらにガチャで自チーム確定がなく、欲しい選手を確実に取るにはランキングが必須と。まあ軍資金が青天井ならいつかは出るから頑張れや。死に天井の私から言えることはそれくらいだ。この人は貧乏なんですね。あと奇数弾の特徴としては、これの下に書いてあります通り、本スカウトから獲得したすべての選手に、ネットをスタジアムの収入ボーナス付き、ガチャで引いた選手にイベントボーナスがついていまして、それを増やせば増やすほどランキングを優位に進められると、そういった仕様になってます。こんな感じですね。ボーナス合計 505% ってなってるでしょ。それだけ優位にポイントを稼げると。でこれも去年のことだけど。ほとんどの人がこの S ランク TS 選択契約書が欲しくてランキングを走る。アホみたいに。ならお前もだいぶアホだな。アホですけど。立ち悪い。でこれ手に入れるためには3万位以内に入らにゃいかん。この3万位ってのは多分今年も変わらないよね。ユーザー数の増加によって変わることもあるけどな。ま、今年は変わらないかな。この1年で自称1000万ダウンロードされてるのに。自称ってのやめて。ま、ここばっかりはわからんです。まあいいか。どうせすぐわかるし。とにかく奇数弾はイベントボーナスがあって3万位。ガチャで自チーム確定はなしと。その一方で、第2弾、第4弾、第6弾、偶数弾だな。第6弾はさっき言ったように特別枠。ランキングなしの40連で自チーム確定ガチャだぜ。残りの第2弾と第4弾、ここがですね。なぜか去年のなかったから2022年のですが、書いてありますね。60連目が S ランク自チーム TS 選手が確定と、1500エナジー使えば確実に欲しい選手を獲得できるぜ。ただランキングもあります。だがイベントボーナスはなしだ。奇数弾は人気のある選手が多数選出され、ガチャで自チーム確定はなし。でもイベントボーナスあるから多少はガチャを引いてランキング走ると。そりゃ奇数弾の方が消費エナジーは多くなるわ。ただ偶数弾が簡単かというと意外とそうでもない。最大の理由がこれだ。なぜか TS のなかったから OB 第6弾のですが、さっきから全然ねえな。これに関しては私の画像ですらないですが、自チーム楽天だからうちのですね。大事なのがここだ。ないものはないんだからグダグダ言っても仕方ないだろ。そのターンは終わったよ。これ TS の第2弾第4弾と一緒です。S ランク選択契約書は5000位以内に入らないとダメなんですね。3万位と5000位じゃえらい違いだ。3万を例えるならベジータがリクームと戦った時の戦闘力。いやわからんわからん。5000って誰かいる？知らねえよ。とまあこれだけ違うわけだ。何度も言うが、その代わり60連で自チーム確定やるってのは忘れずに。まあランキングで1500エナジーを超えることはまずないです。なので無課金はやっぱ黙ってランキング、となるわけですな。ちなみに経験上第2弾を甘く見るなと伝えたいですね。はい、それでは早速去年のエナジーデータ、略してエナジータを見てもろうて。もう時間いっぱいですね。エナジータの折れ線グラフを参考にしてもらおうと。今回はここまでです。お疲れー。このチャンネルファンの皆様に嬉しいお知らせがあります。結構久しぶりですよ。TS コンプに何エナジー必要か、具体的な数字は、次回に続く。もう全員知ってるよ。何の計画性もなく編集進めていくがゆえの偶然の産物。行き当たりばったりだろ。まあ、ちょうどいいかもね。次回に TS 第1弾の様子を見てだ。多分ランキング走ると思うんだよ。お、珍しくやる気じゃんか。エロでそう。強がりでした。どっちにしろまずは契約書勝負ですから、次回までに契約書を回収しといてだな。去年の TS で使ったエナジーを紹介した後、最後に一勝負やったろうやないかい。引けなかったら、次回に勝負の30連だ。どれだかザックザク。勝負の30連という名のボーナス稼ぎだ。もはや内容は何でもいいわ。あ、今回最後にこれだけ。私30連してボーナス稼ぐ気満々娘に見られてますが、この A ランク以上確定スカウトってのがですね、いつだろ、土曜あたりかな、に来ると思います。本当にエナジー効率だけを考えるならこっちでボーナス稼いだ方がいいので、夢もロマンもない人は TS セレクションは回さずにこっちを待ちましょう。夢もたまにやるだろが。え、夢もロマンもないけど、それやめてやりにくいから、